中学生の皆さんの中には、英語のスペルがなかなか覚えられない、単語が書けるようにならないという悩みを持つ人がいると思います。今日はそういう人のために、単語を覚えるときの簡単なコツを説明してみたいと思います。スペルを覚えるときには、音の規則を覚えたり、音のグループを意識すると覚えやすくなります。例えばこのオールという単語を見てみましょう。オールの前に T をつけると、トール、背が高いという単語が出来上がります。次に C をつけると、コール、電話をするとか呼ぶという意味の単語になります。 F をつけると、フォール、秋とか物が落ちるの落ちるという意味です。 B をつけた場合はボール、ボールですね。 S と M をつければスモールという単語が出来上がります。これらの単語にはいずれもオールの音とスペルが入っています。次に単語の一部分に注目してみましょう。例として eat、 食べるという意味の単語を取ってみます。eat の前の部分2文字 e という音に注目してください。この ea という文字の組み合わせは e という音を作ります。どんな単語があるかというと、紅茶の tea、 海という意味の sea、この部分に E という音が含まれていますね。他には教えるという単語 Teach、 話すという単語の Speak、ここにも入っていますね。このように、アルファベットの組み合わせによって音の読み方が決まってきます。スペルがなかなか覚えられないという人は、このように文字の塊について、そしてこれらが持っている音に注目して覚える方法を試してみてはどうでしょうか。